こんばんは。お疲れさんです。おやっとさです。今日も一日終わりました。鹿児島災害はどげんですか。知っても誰も教えてくれない。ニュースを見るしかないですもんね。ニュースとか情報はね、それしかないですよね。一軒家とか父ちゃん母ちゃんの墓は長いちゃおらんかね。ちょっと心配ですよ。今日はですね京都に行ってきました。京都で、おばさんが鹿児島弁で電話しちゃったんですよ。まあ私が仕事が終わってから、もう仕事のそう終わった場所が京都駅か近い、まあ仕事ですとか京都駅か近いもんだから、それで京都駅の方に歩いて行きよったわけ。もう近いかタクシーも乗らんもんやから、そしたらおばさんが電話で、今どけよとかわからんとか鹿児島弁で言い合ったわけ。自分が横歩道ちょうど歩いてて、電話どけよとかわからんどとかって言っちゃったから、電話中におばさん意見したとって言ったら、あ、まさかごまん人なあち、はいち言った。あ、今今日あ孫ん子がな、もう一つじゃ結婚しちゃって こっちで来たたどんち、あ場所がわからんでわからん女っせなあち、今孫ん子せおやどのとこ電話しもご言うちょったと、場所がわからんわけよちゃった。ほんのこんなあち、じゃあ場所はどこなあちで、まあ、孫子に電話変わってですね、今こげんしてどきょうかわからんちやったもんやで、ちょっと声をかけみたたけどち言うたな。ああ、すいません、ありがとうございますってな感じで、まあ京都弁で固くやって、ただそのおばさんが場所聞いたら近くやったわけ。そのマンション、その息子さんの家の、その孫ん子の父ちゃん母ちゃんの家の近くやったんですよ。近くっちゅうか、まあタクシーはまあもちろん走ってくれんけど、で荷物もあったもんや、荷物もなんかとか着物の下げちょやったから、じゃあなこれあたいがもう持って、今か連れ行くるかっつって言うたな。ありがとう下げますち、ありがとうなあちやって、よかよかよち言うた。であるっせ、その住所の方に行きよったな。まさかごま、どこやったなっち、やれ聞きゃって、まさかごまかどっちったな。え、そば屋がな、あたこっちはどっちっせやった。ええー、じゃっとなっち。みんなおまんさ、あっこん子供の、子どあの、むっこ、むっこさんやろうち。なんさ、そげん、そこずいな、近くないわけですね。そんた知らんな、あたいもちっせ。まあどんこっちで内視鏡やったとうちやったで、いや今もカゴまでせなもう40年ばっかやなわけよち、まあ40年はな、あの30何年なわけよちって言ったな。ほいでもうカゴま弁がじゃんならどうのこうのやってですね、でまたやなあち、姉はんが姉さんがこっちおっせえち、のでそのあれで結婚しんのあれでな呼ばれっせえちやった、ああじゃったとうち、かごまおぜがなちたな言うた、今はぜこっちなっちゅうぶんですがねち言ったな。
じゃっと落ち、そうであったがなあち、出落ちしたな、もう雨が我が家に地だず、もうあの源なぜ吹き込んじゃった、入っちゃった落ち、3日もずんだますせ落ちあげたけど、父ちゃんが今水を出せ方やろうち、ジャッとなあち、父ちゃんも呼ばれおったらどんなあち、もうないのごっちゃな、もうないのことにしてんでもわい一人でいたっけつって、あたし気もした父ちゃんやった、やったとなあち、あーよかったや、どんかごまん人がおっせよ、よかったあち、かごまん、かごまで肩、かごまべんで肩なばっかりで、つってて、そういうことを話しながらですね、行き方でした。かごま、京都駅、駅のところで、かごまべんでやれ、ふたいしつつ、ふとか声で、固い方でしたよ。あの、住所、一家せっくやった、お礼をしもんでっちゃった、もうよかんがち、せいなこっちもうそっかそこやがなち、荷物は持たなどあったやったばっかやな、ちかもうけれち、もう残ったやがとこはしたちゃった、よかんどよかんどち、せいな気をつかんじょっくいやち、名前やなんちゃっとなちゃ、もう名前もよかがち、もうせいなな、もう気をつこいやんなち、うっせえですね。まあ喜んじゃった。やっぱりこっちも嬉しいですよね。あげんしっせ。度胸とかじゃわからん、もうおばさんですよ。まあいうわけ。いくら今携帯電話が復旧したからっつって、どこにおるっつってもそのどこっていうのが。相手もわからんかったら何のあれもできんですもんね、目印もねなかったんですよ、その近辺にね、ちょっと中部っちゅうやったら、そのマンションやったね、マンションの下ず送ってくんやって、うん、だそのお子さんが出てきやって、もうカゴマン人やっちいち、ちょっとあがいやんせいちゃった、もうよかちそげ、もう多分今か東京戻らないかんでちゃ、東京あっとなあち、はい、東京かっきゃったとうち、はい、め毎週こっちせきもんどっつって、じゃっとなあち、なんか鹿児島弁をねこう話す機会で楽しかったですね。あとあのまさかごもえんがじゅんじゃなあちゃった、もう30年かなどんも引き合わすとこやったあち、ここ2,3 年まずイントネーションを勉強思い出しながら勉強しっせえなあち、じゃっとなあちあたんも引き合わせたがあちやった、そこずいいやあれはジョッチャイガナーチユッセーユッセーって、まあそういう語りをしましたよーちゅうことでした。やっぱり鹿児島の人とお話をすると気持ちがいいですね、本当に問いなもんの人方なとまだいいですね、なんかほら忘れちょう、あの言葉ちゅうのがあってしょう、ゼゴンなんとかさんやろんしやろうとか、そういうような言葉っていうのはもう本当使わんですからね、なんかこっちも嬉しかったですね、やっぱりあそこで声かけたからなんか良かったですよということでした。今日はそういう感じでいいことがありました。で今日は社員の日にですね、さくらんぼをちょっとクバックいう方やった、喜んじゃったですよ、ありがとうございますつって、
はまたさくらんぼに戻ったですね。さくらんぼは忘れんないか。ギャーゼータチューぐらいで。で、あ、ほいで、寿司をね、なんか、そう、おばさんが寿司を取っちゃったタッチ。だから、金ちゃふとか皿で取ったと、今日は、小分けしって、もろたもんやでつって、なんかこう、竹のね、あれで、寿司を食いやった。で、新幹線の中でたも焼いちゃった。たもっと引き合わせして、苔持ってきた。苔も来たかな。大丈夫じゃろうか。中、池の寿司屋とかしちゃうの。まあ、大丈夫な。寿司屋、酢飯屋って。握り寿司とかた、ねま壊せんのか。いけんやろか。引き合わせたもん。新幹線の中でたもん焼いちって戻ったんだけど。たもっと引き合わせよったもん。また外人の死が受けっせえな。うじゃあ仕方でも寝たふりをしっせんもけねおったもん。はあ、ちゅうことでした。戻せ寿司丼食わんな。でも米を食えばね、しょっちゅうが入らんもんなんわけよな。まあ今日はしょっちゅうやめっせ、寿司を食えちこっちやろうか。明日も仕事やしね。またささみのささみ焼きを作っちゃわせんかね。ビスイとのないと寿司でいうかな。あとニガゴイのチャンプルー、ニガゴイと、あん、なんかね、体によかったっつって、とかもニガゴイとカツオと混ぜ食ったなと炒めして貸すだけ。もう1ヶ月続いて入らんごんなって、カツオのも乳が嫌いになった。じゃあどう最近なこう味を変えすせ、なんかしあっとんな。まあそういうことで今日も一日お疲れさんでした。また明日も気配もんそかい、気配もんそかい。なんかイントネーションが悪いよね。カゴマ弁の習うときはやっぱりイントネーションだよね。こういう感じでイントネーションをこう覚えんと、次の言葉がその方言の言葉が出っこいよね。まあなんかさ、方言自体はまあその一つの言葉よね。にがうりょにがごいちゅうみたいさ。あと、何か、何かやったっけな、何と言ってやんけ。おかしいね。こっせいひろそばち、ここはね、おいしいやけ。昔はね、そばあっただと、今、ちょっと話です。こう天ぷらそばおいしい。あとね、ここの、中華料理かえ居酒屋、まあ、しょっちゅうお世話になります。ああそういうことで、これならまた動画を上げますね、この動画を。それじゃあどうもお疲れさんでした。